単価記号とは、記号。i s X0208 における、日本語通用名称、単価記号に後に制定された、i s X0213 において、アットマークという別称が加えられた。A を丸で囲んだ、とは別字、は、会計において一般に用いられる、略記号。例えば、商品7個2ドルイコール14ドルのように、請求書などに用いられていた。 レートムリンソンが電子メールのメールアドレスに用いたので1990年代後半以降に身近な記号になっていった。アンシー、CCITT、ユニコードによる文字コード企画ではいずれもコマーシャルアットが公式名称である。ユニコードはさらにアットサインを代替名称としている。英語では一般にあるいはシンボルなどと呼ばれ文章中では 単に、アットと読まれる。格言語で、以下のような俗称がある。1448年の文書で、アローバの記号として使われた1674年のフランス語文書で、アとして使われた説に基づくアットの起源起源には、いくつかの説がある。例えば、300ドルと書いて、単価が300ドルであることを意味する。ただし、英単語のアットの意味は、単価ではなく、の値段で、 で、単価300ドルは正確には、アット300ドルアピースなどという。現在では、アットの代わりに幅広く使われ出しており、特に、インターネットの電子メールのアドレスで、ユーザ名とドメイン名を分けるのに使われる。これは、1971年、レートムリンソンが、前日のように単価を表す文字として使われていた、アットを、このユーザーは、ローカルマシン上ではなく、 他のホスト上にいるという意味を込めるために採用したことに始まる。国際電気通信連合は2004年5月3日、国際モールス符号表にアットを追加することを承認した。符号は、ありがとうございます。